ご挨拶させていただきます。寒い中皆さん本当にお聞きいただきましてありがとうございました。今玉上俊夫が皆さんに お訴えしたこと覚えておいてください。そして今日玉上俊夫は市ヶ谷に事務所を開きました。石原慎太郎元東京都知事おいでいただきました。たくさんの、知識人文化人がおいでいただきました。そして玉上俊夫を支持する、とりわけ今日記者の皆さんも石原元東京都知事と玉上俊夫その2人に記者会見でいろんな質問を出しました。オリンピックはもういらない、オリンピックを返上すればそうすれば世界中が評価する、そういった突拍子もないことを言う人が脱原発を言っている、驚く事実でございます。私はそういう考えもあっていいと思います。しかし一番呆れるのは現実感覚が全くない。その通り、現実というもの、ああいう形でオリンピックとして世界から選ばれ、そして頼むぞと託され、そういった事実が決まった後に返上すれば世界各国は称賛する、その外交感覚、現実感覚のない人が脱原発を言っている。これで東京は任せられるから、先ほど言いましたように6年、この6年の間に東海大地震と首都直下型地震が 54% の可能性があり、死者は2万3000人、失われるお金は95兆3000億円。こんな大変な危機が東京に迫っているのに、そういう能天気なことを言っている時代はもう過ぎたと思います。危機の時代に危機管理ができる人間は誰か、皆さん今度こそ本物を選びましょう。国際派とか弁護士さんとか、あるいは陶芸家の、いわゆる方、こういう人たちがこの東京の危機を任せられるか、よく考えましょう。そしてそういう方を選ぶならそれは仕方がない、自業自得になってしまいます。自分はいいけれども子供は家族はどうなるか、よく考えていきたいと思います。私は玉上俊夫を支持いたします。ありがとうございました。